江戸の下。一。万三郎と鎌田が勇気へ立って行った直後、そうしてその時はもう中谷兵馬も林と沢野を連れて、紀州田辺へ出発した後であるが、江戸では花田哲之助が松平伊豆の神と密かに会っていた。辰之助ははじめ、老中筆頭の松平越中の神、佐田信に会うつもりであった。 この須作調べの主要な被護者は、良い,い兵部醤有である。兵部醤有直明は、本家家門神直中の弟で、修行は越後の国、与いた二万国。その年、若年寄りになっていた。もちろん、家門神直中も、このことを承知であって、だからこそ、深川浜栗町の島屋敷に、彼らの本拠を置かせたのであるが、 それ以上のことはできない立場にあった。というのは、兄弟の父である家紋の神直行は、先の老中、田沼殿の神と親しく、大老職にあったのであるが、田沼氏が失脚すると間もなく、大老を免ぜられた。これは単に、大老を免ぜられただけでなく、田沼氏と関係のあったことに対する剣席の意味もあるので、直行はすぐに隠居し、直中に、 家督を継がせたのであった。すでに周知のことだろうが、田沼一派の勢力を追い、いい大老を罷免したのは、事実上、松平越中の神であった。そうして、越中の神の背後には、紀伊、尾張、水戸の三家をはじめ、保守派の強い指示があったのである。鉄之助ははじめ、直脇に向かって、ことが重大であるから。 越中の神に会って話したい、と頼んでみた。直明は兄の家紋の神と相談したらしい。その結果、鉄之助の希望は拒まれた。これまでの調べでは、スザク事件の中心にともすると、奇襲家が出てくる。奇襲家は、越中の神の強力な支持者だから、越中の神に話すことは、スザク調べそのものがもみ消されるか、悪くすると、 こちらが罰せられるかもしれない。おそらく非常な弾圧を食うことは確実であろう。というのが直明の意見であった。けれども探査を進めるためにはどうしてもその基盤となるものが必要だった。問題が問題だから、戸様諸行には絶対に知られてはならない。格老の中に協力者を固め探査の範囲を広げ、 行動の自由を助けてもらわなければならなかった。そこで直明は松平、伊豆の神を選んだ。伊豆の神信明は長沢松平の政党で、徳川審判の一つだから越中の神定信とも対抗できるし、老中の人望も厚く、将来は老中主座となるべき人であった。ともかく会ってみたらどうか。 なおあきがそうすすめ、その手順をとってくれた。それから二十日ほど、何の知らせもなかったのであるが、ある日、なおあきの家老、松下内貴が来て、今日二時に長屋敷へ行くように伝えた。樹州のぼあき様は風のため、数日前から長屋敷でご静養中ですが、そこでお会いになるから、内密で参られるように、というご内意でございました。 私一人で参りますか。いや、私がご案内をいたします。いいけから見舞いの品を送るという形で、松下内気が聖子に立つ。鉄之助はその友の中に入っていくという手はずであった。では、支度をいたします。時刻が迫っていたので、鉄之助はすぐ支度をしに立った。 二。松平伊豆の神の中屋敷は、上野の忍ばずの池から北へ山頂ほど行ったところにあった。いい池の使者に加わって、鉄之助は定めの樹木にそこへ行き、邸内のすき屋で信明にあった。信明は、細表の凛とした僧帽で、体つきも痩せてはいるが、精悍な感じであった。折から、コンパルながしを相手に鼓を打っていたが、 その音の激しさは、いかにも彼の感の強い性格を表しているように思えた。二人だけになると、信明は大きな目で、ギロリと鉄之助を見やりながら、長所の写しは見た、と、霧工場で言った。あれが事実とすれば、未曾有の大事だが、あまりに異想外で、到底真実とは思えない、何かの間違いではないのか。間違いであれば幸せですが、 事実を証明する者が次々に出て参るのです。あの長所の他にか。写しを差し上げました後、お浜屋敷へ海手から密かに大量の荷をあげ、それをさらに他の場所へ輸送するのを発見いたしました。その荷の内容は、まだその報告は参りませんが。と、鉄之助は勇気へ三人の者が探索に行っていることを語った。勇気というと、下佐の勇気か。 信明は、首をかしげた。何か、お心当たりでもございますかいや、心当たりというのではないが、勇気には、小木じ兵衛と申す富豪がいて、江戸にも店と住居があるし、キー家へよく、出入りをするという話を聞いたが。キー様へ。小木家のことは、鉄之助はまだ知らなかったが、キー家へ出入りするとすれば、単に富豪というだけでなく、そこに何か、 意味がありそうに思えた。それからもう一つ、信明は続けていった。これはそのことに関係あるかどうか不明だが、数日前、大目付から日光街道へ人改めの急不令が出された。鉄之助はドキッとした。名目は、不定の老人が徒党を組んで、某所に集合するという情報があった、ということなのだが、それは、 私どもに対する触れに相違ありません。前後の模様ではそのようにも思えるな。間違いなく勇気へ人を遣わしたことが知れたのでしょう。これをとってみても長所のことが事実であるか、少なくとも事実に近いということがお分かりにならないでしょうか。信明は庭の方へ目をやった。明らかに心を動かされたようである。鉄之助はここぞと思って、角楼の中に 協力者を固めること、また探査についての行動の自由を助けてもらえるようにと懇願した。考えておこう。やがて、信明が言った。しかし、これは難しい、非常に難しい問題だ。さすればこそ、お願い申すのです。うん、それは、よくわかるのだが。信明は眉をしかめ、それから片手で一種の動作をした。 今日はこれで帰ってくれ、という意味のようであった。鉄之助は、まもなく、伊豆邸を辞去した。三。伊豆邸を出て、松下内貴と別れるとき、鉄之助は、良い直明への伝言を頼んだ。伊豆の神との面会は成功であった。 信明が助力をしてくれることは確かだと思うから、いい子からもよろしく言葉を添えてもらいたい。なお、日光街道への人改めの給不礼が誰の手から出たものか、今後も他の方面へ同じような触れが出ると思われるが、どういう筋で誰から出されるかを知りたい。その点がわかれば、首謀者の見当がつくだろうから、ぜひ配慮を願いたい。そういう意味のことであった。 松下内貴は承知した。鉄之助は広工事で、籠を拾い、深川へと急がせた。できるだけ早く、勇気へ誰かやらなければならない。敵がそういう手配をしたとすれば、万三郎が無事に着いたかどうかもわからないし、これまで無事だったとしても、敵の手配に気がつかなければ極めて危ない。そうだ、すぐにやろう。彼は、声に出して呟いた。 紀州へ三人立ったので、よそへ出られるのは、大田加助だけであった。あとは主人持ちか、役付きで、江戸を離れるわけにはゆかない。もちろん、大田加助にしても、他の者と同様、江戸から出るのは密行である。だが、浜栗町へ帰ると、そこには意外な出来事が待っていた。河野さんが見えています。小出達也が、 帰ってきた鉄之助を見るなり言った。そして一緒に住居の方へ歩きながら、どうもまずいことになりました。あなた方のここにいらっしゃることが感づかれたような具合です。どうかしましたかご無心奉行から使いが来まして、ご無心組のうちで不行跡のため失踪した者たちが数名、この屋敷に潜伏しているという密ソがあった。それには証人もあるから、直ちに放逐されなければ、 手続きを取って、帝内を捜索するというのです。鉄之助は低くうなった。ここへまで手が回ったのか。容赦なく、ビシビシと打ってくる敵の積極的で強烈な手が、ほとんど目に見えるようであった。しかし、帝内捜索などということができるでしょうか。ご承知の通り、いい家の立場が立場なものですから。鉄之助はうなずいた。 前に記した通り、前半種の、家紋の神直行が大老を免ぜられたのは、失脚した田沼家との関係によるもので、そのため、当主の直明には、まだ役がついていない。つまり、政治的には、今弱い立場にあるので、こんなことが表沙汰になるのは、いい家にとって、極めて好ましくないことであった。では、早速、何とか方法を講ずることにいたしましょう。あとで。 ご小出に分かれて住居へ行くとそこには久之助がイライラしながら待っていた。お蔵い火がつきましたよ。兄の座るのを待ちきれないように目を怒らせて彼は言った。フォークボケにいられなくなりました。<4 S 2> なんだって鉄の助は、 あっという顔をした。では、かがてえも、こぶしん奉行から使いがいったのかここへもですか今、小出から聞いたばかりだ。九之助は、口をへの字なりにし、腕組みをしたかと思うと、すぐに解いて、前へ乗り出しながら、うめくように言った。これは内通者がいますね。我々の中に、さもなければ、大久保とここと、ぴったり見当のつくわけがありませんよ。仲間のことを言うな。 どちらの屋敷にもそれぞれ家臣がいる。それが全部我々の協力者というわけではないんだ。そんな戦策よりもまず本拠をどこへ移すかということを考えよう。その前に報告があります。九之助は意気込んで言った。お浜屋敷へあげた荷物の中身がわかったのです。あれは大部分が鉄砲と弾薬ですよ。鉄砲と弾薬。予期しないわけではなかったが、 はっきりそうわかると、さすがに鉄之助は強い衝動を受けた。それは確実なことか。おとといの夜、また荷上げがあったんです。私は船を出して、沖の方から元船へ行ってみました。そばへ近づいただけで、船へは入れませんでしたが、荷を天前移すときに、荷役の者が注意するのを聞きました。この箱は銃だ。こっちは弾薬だから気をつけろ。そう言っているのを、はっきり聞いたんです。 すると、勇気へ送ったのも同じものだな。無論ですね。久之助は言った。私はすぐに勇気へ行きます。どうするんだもう貯蔵所が見つかっているでしょうから、行ってそこを焼き払ってやります。それが、そう簡単ではなくなったんだ。こう言って鉄之助は、日光街道への急ブレのことを話した。しかし、久之助は闘志満々で。では、ちょうどいい。その知らせを兼ねて。 太田の代わりに私が行きましょう。それがいいだろうと、鉄之助も思った。ただ、万三郎とはすぐ喧嘩をするので、その点だけ気がかりであるが、まさかこんな場合に兄弟喧嘩をすることもないだろうと、そのことは口には出さなかった。まもなく、小出達也が来た。長屋の方には、太田すと、梶原大九郎がいた。添島と村野は役所があるので、これらには、 梶原が連絡することにし、五人で本拠を移す相談を始めた。するとそこへ、川原中也様と言って若い娘が鉄之助を訪ねてきたという取り次ぎがあった。袋物屋の八重と言えばわかると申しておりますが、取り次ぎがそういうのを聞いて、鉄之助はすぐに思い出した。林一郎兵衛の言い名付けで、 キー家の小田原菓子の下屋敷へ、屋女中に入った娘があり、そこに押し込められている鉄之助の妻と連絡を取るような手はずになっていた。よろしい、会いましょう。鉄之助は頷いた。五。八重というのは、体も顔も丸々として、若さと健康に満ち溢れているような娘であった。 お茶ぼ口で目が細く、眉毛のやや尻下がりな顔つきは、下町育ちというより、どこかの田舎の大地主の娘といった風な、やぼったさと落ち着きが感じられた。あなたのことは、林から聞いていました。お互いの挨拶もそこそこに、鉄之助が言った。少し事情があって、ゆっくり話している暇がないのですが、何か変わったことでもあったのですかはい。 お知らせすることが二つございます。一つはお坊ちゃまが急にご病気におなりなさいまして、医者の話ではかなり重いということでございます。それは松之助のことですね。八重は、はいと言った。まだ屋敷暴行になれないもの,の、はいである。鉄之助は自分のこのことなど、どっちでもいいという顔つきで、次を促した。もう一つというのは、こちらに、 花田万三郎様という方がいらっしゃるでしょうかおります。その方が、下佐の方へ、おいでになりましたでしょうか行きました。それは危のうございます。八重は、不安そうに言った。そのことがわかって、小田原菓子のお屋敷から、かよという女の人と、侍が五人、追ってになって行きました。かよ、という女ですってはい、という八重の返事を聞いて、向こうの部屋から、 久之助が出てきた。彼は兄の不機嫌な目つきに構わず、八重に向かって自分を紹介し、すぐにその話へ割り込んだ。失礼ですが、そのかよという女はどんな女ですかお前知っているのか鉄之助が聞いた。心当たりがあるんです。久之助の意気込んだ調子に、八重はちょっと口ごもった。私、よく存じませんのです。二度ばかり遠くから。 お姿を見ただけなのですから。大体の感じを言えませんか上背のある体層綺麗で、好みの派手な方のように拝見しました。牛之助は、ちょっと考えて、それはどういう身分の女なんです奥勤めですかそれとも家臣の娘ですかよくわかりませんのですけれども、お屋敷の方ではなくて、よそから来て、身を寄せているという風うに思われました。その女は、 屋敷の中に住居をもらって、若い次女を二人使って住んでいる。その近くに侍長屋があり、そこに十四五人、やはり奇襲家のものでない、老人風の男たちがいる。その人数はいつも増えたり減ったりするし、常にかよと行動を共にしているらしい。八重は彼らが、須作調べに関係のある人間ではないかと思い、それとなく注意していたのであるが、昨日、 その老人たちの話すのをふと耳にした。かよという女が五人の侍を連れて四五日前に下佐のどこやらへ追っ手に立ったというのである。花田万三郎のこととなると、かよ女子はまるで狂人だからな。老人たちはそう言っていた。毒、それは確かですね。万三郎のことになると。 狂人だと言ったのは。はい。その時、お名前を初めて聞いたのですから。河野にいた娘です。うん、と、九之助は兄に言った。詳しいことは略しますが、三郎が長崎から出てくると分かって、河野の家を出ました。三郎が綱を嫁に欲しいと言ってきた時、自分が三郎の嫁になるのだ、と言っていたそうです。他にもゴタゴタしたことがありましたが、今の話の様子では、確かに、 コードにいたカヨにそうやりません。しかし、あの仲間に入るという条件があったのかあるんです。しかもこれはなかなか重要なことですが。と、九之助は言った。お浜屋敷の支配に渡辺クランドという者がいます。自席で580国の物頭ですが、これが妻を亡くしてカヨという娘を後沿いに欲しがっていました。非常な熱心で、コードの父は随分困っていましたが。 カヨはどうしても承知しなかったのです。ところがこの春、渡辺クランドは小田原菓子の方へ主席支配に変わりました。カヨは他に身寄りのない娘ですから、そこにいる以上はクランドを頼っていったに相違ありません。それで、重要なこととは、言うまでもないでしょう。九之助はじれったそうに。カヨの動きから判断すれば、渡辺クランドがスザ事件で、 何かの役割を果たしていることは確実です。そう思いませんか少なくとも仮定することはできそうだな。間違いなしですよ。九之助はきっぱりと言った。これで初めて敵の一人が浮かび上がったわけです。これまではまるで雲を掴むようだったが、ともかく尻尾だけは抑えることができますよ。その通りであった。これまでの探査ではまだ一人の人物も、 突き止めることができなかった。それは敵の手段が巧妙であったというよりも、スザク事件の規模が大きく、幕府の機能を十分に利用していた、というところに原因があったようだ。増六へ万三郎を訪ねた、偽の綱というのはその娘だな。鉄之助はそう思った。かよという娘が、そうして彼らに使われているとすれば、小田原菓子の屋敷と、その支配の、 渡辺クランドには注目の用がある。特にクランドという人物をつかめば、そこから敵の正体を引き出す単調が得られると思われた。あなたには、渡辺という支配の同性を見張っていただきたいが、と、鉄之助は八重に言った。クランドの同性を見張っていて、それを知らせてもらいたい。が、そこで問題なのは、今差し当たって、 本拠を移さなければならない。どこがよかろうか相談中なのだ。と言うと、八重は遠慮がちに。もし適当なところがありませんでしたら、私の家の寮をお使いくださいまし。と言った。浅草の橋場の奥で、もうマザキ稲荷に近いところでございます。不便ですけれど。船入り堀もありますし、人目を避けるには帰ってよろしいかと存じます。 七。鉄之助は、すぐに他の四人と相談した。八重に詳しく聞いてみると、隅田川にも近いし、船入り堀もあり、周囲は、閑静な漁ばかりで、条件はかなり揃っていた。そこがお借りできるのですね。はい。よろしければ帰りに、日本橋の家へ寄りまして、すぐお支度をするように手配をいたします。みんな賛成であった。他に、大高助が、 自分の家の菩提寺を候補に挙げたが、寺は死話の後ごしたで、町の真ん中だから、それはダメということになり、一応、橋場の寮に決まった。八重は、まもなく帰った。九之助は、松之助のことが気になると見え、病状などを聞こうとしたが、鉄之助は不機嫌に遮って、八重を帰らせてしまった。勇気へは、九之助が、その世のうちに立つことになった。 奇襲の田辺へ行った中谷や、その他の連絡は小出達也が引き受けて、その使いには金杉の藩士、あの不老子を頼むのがよかろうということになった。藩士は今でも三日に一度ずつは浜栗町の屋敷へ来るので、小出から話せばすぐ役に立つのであった。梶原大苦労は町奉行よりきだから移転の支度を手伝ったと、 日の暮れる前に帰った。泉や八重の家から使いが来たのは、夕食の終わったすぐ後であった。八重の兄で文吉と言い,い、自分が寮へ案内すると言った。寮をお貸しすることは、八重と私と母の三人だけしか知りません。寮には、飯炊きの老婆がおりますが、これは四十年も私の家に奉公していまして、身よりもなし、口も固い人間ですから。 どうぞ、ご心配なく。事情は何も知らないが、秘密だけは守るから、と、文吉は、特実な口ぶりで言った。七時過ぎてから、わずかな荷二みを船に乗せ、裏の堀から大川へ出て、橋場へ向かった。花田兄弟と大高助、それに、泉屋の文吉で、船は九之助が来いだ。ちょうど、あげしおどきだったが、 流れに逆らってこぐのは楽ではなく、橋場まで登るのに半時近くもかかった。マザキ稲荷の一丁ばかり手前に堀があり、そこへこぎ入れると、左手に寮の板塀が続いて、船をつける踏み段があった。文吉が先に上がり、くぐり戸を開けて、それからちょうちんに火を入れて、三人を中へ案内した。夜のことでよくわからないが、かなり広いおも屋のほかに、 茶室作りの離れがあった。三人は、ひとまずその離れに荷包みを入れたが、旅自宅をしている九之助は、そのまま出発することにした。こういう場合のために、若年寄りの範を押した旅手形が作ってある。もちろん、偽造であるが、それを御用箱に収めて、必要な時に出してみせれば、夜中の旅行はもちろん、どこの天馬問屋でも馬を借りることができた。 これで三戸街道へ行きます。久之助は兄に言った。旅屋図で見ると、三戸街道の土浦から下立まで十里足らず、そこから勇気までわずかな距離ですから、馬の都合さえうまく行けば、明日の夕方までには着けると思います。注位の上にも注意して行け。鉄之助は念を押して行った。途中はもちろん、火災屋という宿もどうなっているかわからない。 油断してしくじると取り返しがつかぬぞ。貯蔵庫を発見したら焼き払いますがいいでしょうね。やるなら徹底的にやれ。九之助は笑ってうなずいた。そしてそのまま表門から出て行った。山の声。一。九之助が土浦を出たのは、 あくる日の午前十時頃であった。土浦の天馬問屋では彼の示した切手を疑う様子で。一応、番所へ問い合わせるから、と言った。大目付、御用遠国鉄砲を改め、という切手の名目や、若年寄りの連番など、彼らは見るのが稀なので、半ば恐ろしく、半ば信じかねると言った様子であった。馬鹿なことを申すな、と、九之助は、 高圧的に出た。急を要する御用だからこそ、若年より連番の証文を出したのではないか。番所へ問い合わせるなら、後のことにしろ。馬だ。彼らは御用馬を出した。十分に飛ばせそうな馬である。九之助は余分の打賃を与えて出発した。下立までの道の半ばは、つくばの山麓に沿っている。晴れてはいたが、風の強い日で、ほとんど真っ向から、それこそ、 正真正銘の筑波おろしが肌を切るように吹きつけてきた。小田というところで昼食をし、半時ほど馬を休ませたが、この時間が悪かった。北条へかかる少し手前で、後ろから追ってきた六七木の侍たちに声をかけられた。そこは筑波山への登り口に当たっているので、はじめは筑波山への遠乗りの連中かと思った。しかし、彼らの様子や、 馬がみんな泡を噛んでいるのを見て、急の助はいきなり自分の馬に無知をくれた。ほってだ。彼はそう直感した。休むのではなかった。追ってであることには間違いはなかった。数えると七期いたが、彼らは必死と追ってきた。単に切手を怪しんだのか、それとも日光街道と同じように、こっちへも手配りがしてあったものか。いずれにもせよ。 つかまれば、そのままでは済まないだろう。ただ、彼らの馬は疲れている。泡を噛むほど飛ばし続けてきたと見えるが、こちらは休ませた後なので、よほどの障害のない限り逃げ切れると思った。だが、下たて行ってはまずい。九之助はそうつぶやいた。勇気にいる仲間と思われてはいけない。道をそらさなければ。まもなく、街道から分かれる道が見えた。 そこから右へ山へ登るらしい坂道がある。かなり細いが馬を入れられないことはない。急の助は思い切ってそっちへ馬を向けた。二段ばかり行くと坂にかかった。筑波山の清六で。下どけの道に岩がゴロゴロ突き出ていた。振り向いてみると追っては別れ道を曲がってくるところだった。馬の後足が滑った。 久之助は、たずなを緩め、両膝を締めて、腰を浮かしながら、馬を煽った。馬は、危うく立ち直った。しかし、坂が左に曲がると、傾斜が急になり、同時に、道は岩がなくなって、霜どけのぬかるみになった。ここを乗り切れば。久之助は、膝とたずなとで、懸命に馬を煽った。だが、馬はともすると、足を滑らせた。 かけて登るには無理な傾斜である。突然、馬は前足を追った。しまった叫びながら、馬の首を越えて、牛の助は転げ落ちた。二。落馬したが、幸いどこも痛めなかった。ただ、ぬかるみで、泥まびれになり、羽を切ようとして、三度ばかり滑った。こうしたぞ。 下の方でわめくのが聞こえた。あそこだ、そっちから回れ。声は近かった。馬はダメだ、みんな降りろ。急の助は、もう汗のぼっていた。その坂は、急勾配に右へ曲がるが、そこからまっすぐに下る道もある。彼は右へ曲がった。後ろで、馬のいななく声がした。九の助の乗ってきた問屋の馬で、彼の後を追ってくるらしい。滑っては立ち。 悲しげにいななく声が手に取るように聞こえた。飼い主でもないのに。彼はちょっと心を打たれた。しかし、ついて来られては困る。双林の中へ逃げ込むのに、馬がついてきては、追手に所在を教えるようなものだ。馬を離さなければいけない。彼はそう気づいて、一段ばかり駆け上がったところで、道の左側の斜面へと、雑木林をかき分けながらよじ登った。斜面は、 胸をつくほど急であり、雑木林はびっしりと枝をかわしていた。多くは若木であったが、久之助はその木から木を伝い、差しかわした枝をすり抜けたりくぐったりしながら、息を限りにぐんぐん登った。彼の登ってきた道のあたりで、二度三度、高く馬がいなないた。それは私には登れませんよと言っているようであった。また、 どうか連れて行ってください。置いてきぼりにしないでくださいと言っているようでもあった。なんていう馬だ。九之助は下打ちをした。たかが雇い馬で。こんなに人懐っこいのもないだろう。おかしくもあり、哀れでもあるが、場合が場合なので腹も立った。追っては果たして、その声を目当てに来た。この上だ、おい。そういう叫びが聞こえた。左手の、 はるか下の方で、それに応える声がし、こっちから回るというのが聞こえた。上の大松のあたりだぞ。久の助は、懸命に登り続けた。小枝が跳ねて顔を打ち、袖口が裂けた。捕まった枝が折れて、転げ落ちそうになることもあったが、やがて斜面を登り詰めて、大地のようなところへ出た。そこは、次の山腹に沿って南北に伸び、 北の方が高くなっている。さっき下に聞こえた声のちょうど上を通ることになるが、彼らの目標にしている大松というのは南に寄っているので、急の助は北に向かって走った。待て、逃げられませんぞ。後ろで声がした。枯れ草のびっしりと茂ったゆるい勾配の大地を三十軒ばかり行くと、向こうに西日を受けた明るい山が見えた。 花崗岩室らしい松林のまばらに生えている地肌が白くキラキラと日光を反射させていた。川さんだな。九之助がそうつぶやいた。その途端にすぐ脇のところへ二人の侍が飛び出してきた。九之助の目測は誤っていたらしい。登ってくる彼らの方へこっちから近寄ったようなものである。あ九之助も驚いたが、 相手もびっくりしたと見え、あっと言って棒立ちになった。三。相手の二人の大きく見張った目と、あっといったまま口を開けた驚愕の表情を見たとき、急の助はさっと刀を抜いた。今、急斜面を登り詰めたばかりで、まだ苦しそうにあえいでいる二人は、 九之助が抜いた途端に浮き腰になり、おい、来たぞ、こっちだと、悲鳴のように叫んだ。九之助は絶叫して、さっと空打ちを入れ、二人が横っ飛びに逃げるのと逆に、抜き身を持ったまま走り出した。早く来い、こっちだ今行くぞ、逃がすな。そんな声が、後ろで聞こえた。大地の緩い傾斜を登りきると、そこは赤土の崖になっていた。 高さは三十尺ばかり、断崖というほどではなく、下は枯れ木林で、向こうに寺院のような建物が見えた。九之助は崖を飛び降りた。そこは北向きなので、霜が溶けていなかった。転げるように駆け降りる足の下で、サクサクと霜柱の砕ける音がした。坂道の泥と、その赤土とが、すねまでくっついて、ひどく足が重かった。駆け降りた余生で、 枯れ木林の中へ飛び込むとき、振り返ってみると、七人の追っても崖の上へ来て、次々と飛び降りるところであった。どうしても、逃さぬつもりだな。の之助は、向き直った。よし、やってやろう。彼は、素早く駆け戻った。の之助が戻ってくるのを見て、崖の中途まで降りていた三人が止まろうとした。慌てて足を踏んばったが、勢いがついているので、 二人は見事に門取りを打ち、そのまま、バリのように転げ落ちてきた。刀を捨てろ九之助が、はせよって叫んだ。上を見ると、崖の中途から上に五人、バラバラに離れたまま、妙な格好で崖へへばりついていた。両刀とも捨てろ九之助は、刀を突きつけた。転げ落ちた二人は、鼻先へ刀を突きつけられて、起き上がることもできず、は、 あと、激しい呼吸をしながら、腰の両頭を鞘のまま取って投げ出した。九之助はその刀の椿を力任せに足で踏みつけた。一本は曲がり、三本は折れた。動くなよ。不刻と切るぞ。彼は二人を決めつけ、上にいる五輪に向かって叫んだ。崖の上、戻れ。さ寒ないと、この二人を切るぞ。戻れ。五輪は顔を見合わせた。 一緒に、うまく駆け下りることができればいいが、バラバラでは勝ち味がない。相手は抜刀で待っているし、こちらは赤土の崖を駆け下りるのである。体勢が崩れているから、到底勝負にはならないだろう。戻れ、この二人を斬るぞ。九之助は刀を振り上げた。地面に転げている二人は首を縮めた。九之助は今にも切りつけそうな身構えでもう一度叫んだ。 五人は崖を登り出した。だがそれは容易なことではなかった。下柱で土の浮いている急斜面で登るよりも滑る方が多い。たちまち彼らは土まみれになった。九之助は思わず笑い出した。そして笑いながら向き直って走り出した。四。その夜半。 九之助は墨小屋で粥をすすっていた。筑波山の中腹の草林を分けながら、北へ北へと強引に歩き続け、半時ほど前にそこへたどり着いたのである。炭焼きの火を目当てに来たのだが、そこには十五六になる娘と六十ばかりのたくましい老人がいて、道に迷ったという彼を、はじめはちょっとためらったが、それでも親切にもてなしてくれた。 体が熱くなるほど、火の燃えている炉端で、舌を焦がすような、炊きたての芋貝をすするのだから、疲れも飢えも、たちまち消え、久の助は、汗をかき始めていた。つくばのお山は低いけれども、馬鹿にすると、ひどい目に遭うだよ。五郎兵衛という老人は、炉の火を直しながら言った。お武家様は、一ってどこへ、かしちゃるつもりだったのかいつくば神社に参拝して、 九之助が不明瞭に答えた。彼は、性分として嘘をつくことができない。どんなつまらないようなことでも、やむなく嘘を言うとか、ごまかさなければならないような時は、すっかりへど戻して、上がってしまうのが常であった。それから、山の頂上へ登って、その時その北の方にまた山が見えたものだから。小坊さんって言うだよ。多分そうだろうと思って。 彼は、額の汗を吹いた。ちょっと見ると、おねづたいに行けそうだったものだから、それがどうもなかなか。若い人は、よくそれで間違うな。五郎兵衛はそこで、娘の方を振り向いていった。おうめ、釜の火を見てこう。はい、おじいさん。娘はすぐに立って、炭焼き釜の火を見るのだろう。小屋の外へと出て行った。小屋の引き戸を閉めるとき、 あれ、いいお月様だ。と、彼女の言うのが聞こえた。娘が去ると、老人は目を上げて、じっと九之助の顔を見た。それまでとは違って、こっちをドキリとさせるような、底光りのする目つきであった。これが他に、大岩町から人が来ただよ。老人は低い声で言った。九之助は、ちょうど食べ終わったところだった。 熱い湯を湾に注いで飲もうとしていたが、その湾を両手で持ったまま、息を飲んで老人を見た。わしは信じないが、役人は無本人と言っていただ。江戸から逃亡した無本人だってよ。お前様が入ってきた時、わしはすぐにこの人だなと思った。はじめに老人が躊躇したのを九之助は思い出した。私は無本人ではない。 わしもそう思うだ。詳しい事情は話せないが、今天下の対乱にもなりかねないような恐ろしい陰謀を企てているものがある。私たちは少ない人数でその陰謀を未然に防ぎ、その計画を叩き潰すために奔走しているのだ。わしには難しいことはわからねえだ。老人は言った。そんなことは知りてえとも思わねえだが、わしは昔から、 役人の言うことは信じねえ。役人なんて者がこの世の中にいることさえ気色が悪くってならねえだよ。五。老人の言葉があまり強いので、久之助はふと気になって聞いた。それには何か訳があるのか役人儀礼かねふん、つまらねえ。 お笑い草だがね。五郎兵衛は、炉へ巻きをくべた。わしは十年目まで、勇気の町で、糸屋をやってたら、松倉屋といって、五代も続いた糸屋だったし、同商売の中では、第一に数えられるほど繁盛していただよ。勇気に、小木人兵衛という豪華があった。主人の人兵衛は、欲の深い性質で、金のためなら、 どんな無法なこともする人間であった。そのジンベイは、オリを経営していたが、松倉屋が繁盛するのに目をつけ、勇気家の役人と結託して、松倉屋を取り潰し、その営業権を自分の手に奪ってしまった。理由は、松倉屋が二代にわたって、運上をごまかしていたというので、総額二万八百両という、桁外れに馬鹿げた数字を挙げた。 もちろん、払えるわけがない。その時、当主であった息子夫婦は、牢へ入れられ、全財産を没収されたのであった。せがれ夫婦は、まもなく労死しただが、多分毒でも飲まされただろうさ。運情をごまかしたなんて、根も葉もねえことを白状させたで、生かしちゃおけなかったにちげえね。それで牢人は、この山ん中へ逃げ込んだだよ。 はの孫娘を連れてな。なんと無残な。わしも、当座は血が凍っただ。老人は淡々と言った。小木には勇気のご両親も頭が上がらねえ。金材の者は人兵を殿様と言っているだ。この土地じゃしょうがねえ。江戸へでも訴えて出ようかと思ったりしただ。どうしてそうしなかったのだ。振ったいる先を考えただよ。 老人は渋い笑い顔を見せた。勝訴する先は役所だ。相手は役人だ。こう気がついたからやめただよ。わしの家を潰したのは役人だ。小木がどんなに豪華でも、小木一人の手では、そんな無道なことはできねえ。役所があり、役人があって、これと結託したからこそできたことだ。九之助はかすかにうなった。 役所や役人は金持ちとか勢力のある者につくだ。わしらから絞り取った金で生きていながら力のある者や富豪のために働くだ。決して弱い者や貧乏人の味方じゃねえ。決してだ。そのことは自分が貧乏になり困窮してみればすぐにわかる。そう思えねえだかね、お武家さん。牛之助には返事ができなかったし、老人も 返事を期待していなかったらしい。諦めたようなため息をついて、さらに続けた。おまけに、小木は江戸にも店と住居があって、どういう因縁かわからねえだが、紀州家のお屋敷へ親しく出入りしている。大納言様の茶席へも出るほどだって言うでね。御三家様とそんな間柄なら、将軍様へ直訴をしたって無駄だら込んだ。そう思ってから、わしはすっかり。 諦めただよ。話をそらすようだが、と、九之助は座り直した。その小木というものが、奇襲家、親しく出入りしているというのは事実か。六。五郎兵衛は頷いた。それはもう、勇気では知らないものはないくらいでさ。いつのことだったか。 奇襲様が日光へご参拝の時、帰りに小木へお寄りなすって、三日も泊まって行きなすった暮れだからね。九之助は、埋めきそうになった。鉄之助は、松平伊豆の神から聞いていたが、弟には話し損なったので、九之助が奇襲家と小木との関係を聞くのは、今が初めてであった。小木仁兵、そいつだ。江戸から送った二玉、小木家か、 小池に縁のある場所へ隠されたに違いない。先に来ている三人がそのことを突き止めているかどうかわからないけれども、偶然の機会でこれを知ることができたのは幸運である。目標は小木の屋敷だ。九之助がそう思った時、引き戸を開けて孫娘のお梅が戻ってきた。日はいいだよ、おじいさん。そうか、寒かったろう。寒いことも寒いが。 また山玉さんが泣いているだよ。お梅はこう言って、聞いてみろというふうな身振りをした。老人は耳をすまして、それからうなずいた。ん泣いてるだな。急の助も釣られて、じっと耳を傾けた。どで、火のはぜる音のほか、夜半の山は死のような沈黙に包まれていた。何の物音もせず、まして声などは聞こえなかった。 何が泣いているのだ山田正様ですよ。老人が低い声で言った。それ、よく聞いてごらんなせい、晴れがそうでさ。いや、私には何も。言いかけて、急の助は黙った。遠く、はるかに遠く、病々と何かの声が聞こえた。それは、人の声とも、獣の声ともつかない、貝の音のようでもあるが、 それとも違っていた。訴えるように、悲しげに、ょうと長く尾を引いて、地の底で何者かが同国するかのように、陰々と聞こえてくるのであった。なるほど、聞こえるな。急之助はこう言ったが、言いながら何という理由もなく、ぞっと肌が泡立つのを感じた。だが、山田はとは何だ野獣か鳥の類なのか いやそんなものじゃねえのです。五郎兵は首を振った。あれは去年の夏頃から聞こえ始めただが、場所はカバさんの弁天谷のあたりでしょうか。時々夜になると、あんなような気味の悪い声で泣くだ。はじめのうちは狼か何ぞだと思って、土地の若い者たちが退治に出かけただが、出かけていったもので生きて帰ったのはたった一人しか。 いなかったということでさ。あとはどうしたのだみんな山玉様にさらわれちまって、どこへ持って行かれるもんだか、死体も見つからず、骨も残っちゃいねえのです。老人は、ふと肩を縮め、寒い風にでも当たったように身震いをした。しかし、山玉というのはどういうわけだ牛之助は、畳みかけて聞いた。 七。老人は何かを恐れるように声を潜めて答えた。それはたった一人だけ生きて帰った者が見たというのです。山玉を見たってそれはマカベという村のヤスという百姓のせがれでしたが、七人の仲間と一緒にちょうど夜中の八つ時頃、弁天谷を登っていったのだそうです。怪しい声は時を置いて、 谷の奥から聞こえてきた。星もない闇夜であるが、彼らは狼か何かの獣。決起の連中だから、化け物だとでも思っていたらしい。を退治するつもりなので、松明は持っていたが、火はつけてなかった。約山頂ばかり登ると、昔そこに弁天堂のあったという平たい空き地がある。今は雑草と寒木が生えているばかりだが、そこへ来たとき、 突然、闇の中から怪しい者が彼らに襲いかかった。数は、こちらの倍くらいいた。全身が真っ黒で、人か獣かわからない。ゾッとするような規制を上げて襲いかかり、安家はたちまち気絶してしまった。彼は、ひばらを撃たれたらしい。どのくらい経ってからか気がついてみると、闇の中に自分だけ倒れていた。連れの七人はどうなったか、 予防として立ち上がると、不意に向こうの闇が薄明るくなって、おどろおどろと異形の者の姿が現れた。ヤスは恐怖のあまり立ちすくんだ。我はこの谷の山玉なるぞ。異形の者はそう言った。この谷に近づくな。近づく者は生きては帰れぬ。命が惜しくばこの谷に近づくな。 この世のものとは思えない不気味な声で、同じことを三度も繰り返していい、そのまま、すっと煙のように消えてしまった。その時、ヤスは逆上していただで、はっきりした覚えはねえが、白い衣みてえなものを頭からかぶり、白い長い髭を胸まで垂らして、自念木の杖を持ってたようだ、と言ってましたが、七福神の絵にある、 呪老人みてえだった、と言ってたそうでごぜますよ。その話を信じない若者たちがいて、なお三回ばかり、首になって出かけたが、異行の者の,の言った通り、一人も帰っては来ないし、死体も発見されない、ということであった。そんなこともあるものなんだな。急の助は、つぶやくように言った。お武家様には、信じられねえだかねいや、 口を濁して、久の助は路端から立った。山玉の声というのをよく聞いてみようか。彼はこう言って、土間へ降りた。外は、いい月夜であった。山の夜の空気は、結晶体のように、冷たく凍結して感じられた。もう、霜が降りていんのであろう。地上は一面に白く、歳末に月光を映して、キラキラと光っていた。 炭焼き場の上へ出ると、おぼろげに高く、カバさんと思える3階が眺められた。月の光の下で、それは幻のようにおぼろであったが、山玉の鳴く声は、まさに、そのあたりから聞こえてきた。びょうびょうと、長く尾を引いて、地の下から訴えるように、悲しみ嘆くように。びょうびょうと、途絶えては聞こえ、途絶えては、また聞こえた。 山玉がなく。久之助は、ニット微笑し、それからもう一度言った。川さんで、山玉がなく。舞う雪。一。万三郎は釣り糸を垂れていた。夜の十時頃だろうか。場所は勇気郊外の。 大川原という荒れ地であった。そこには田川という名の末は木戸川に注ぐ小川があり、棚子がよく釣れた。ちょうど船と棚子の時期で、今そこでは万三郎の他にも四五人釣っているようであった。雪模様の闇夜だからよくわからないが、岸に沿った枯れ足の底ここに、ちょちんの明かりが四つ五つ見えていた。 その中の一人、万三郎から四五軒下流にいる男が、時々こっちへ声をかけた。それは小池の下男頭だという、あの虎像であった。おうああな、今日で。おういい加減に終わらねえか。うん。まあ、もうちょっと。万三郎は不決断に答えた。おら、もう一足四五十もあげたぜ。そろそろ引き上げて、一杯やるとしようや。 ほら、もう体の芯まで冷え切っちまった。一杯もいいが、俺はまだ十匹も釣らねえんでね。釣れねえものはしようがねえ。こいつばかりばかんのもんだからな。いいからもうあるとしようじゃねえか。うん。まあもうひとっとき。万三郎は動く景色も見せなかった。彼は釣り糸を垂れているが、魚釣りが目的ではなかった。そこから半丁ほど下流に、 水戸街道が通っている。彼はそこを見張っているのであった。ちょうど十日前、小義邸の裏門から奇州家の荷だらしいものを夕方から夜にかけて運び出すということを聞いて、万三郎はその行く先を突き止めようと決心した。そうして、街道口の大橋のところで待っていると、か田又兵衛が探しに来て、自分たちの所在が気づかれ、 つなぎ胸を襲われたことを話した。今は危険です。マタベはずぶ濡れのままでガチガチ震えながら言った。今二打をつけることは彼らの張った罠へこっちからわざわざ踏み込むようなものです。マタベイは万三郎の身を案じてずぶ濡れのまま二時も探し回ったのであった。友吉老人も待っているというので、その時は ついに諦めたのであった。うきの町から南へ二十町ばかり行くと辻うという村がある。家数にして十五六軒の貧しい農家がかれたの中にさむざむと固まっているという小さな部落でそこにろう老人の古い知人がいた。老人は二人をそこへ連れて行き自分も一緒に寄宿することになった。 おらが身を持ち崩して歩いているとき、この人の、と、ぶろうを指差し、親御様に体温を受けただよ。とぶきちじ人はそう紹介した。よんなことで、今役人衆に追われていなさるだが、決して迷惑はかけねえ。おらが首にかけて保証するだから、一つ内緒で世話を見てあげてくれ。その家の主は承知した。主は五うばかりで、 名を伝言といい、まだ二十三、四歳の若い妻がいた。親子ほど年の離れた夫婦で何か事情があるらしい、渋いような顔をした、口の重い男であったが、友吉老人の頼みを聞いて、ぶすりとこう答えた。息き受けた。承知するがいいだよ。二。万三郎も二人に興味を持った。 二十六七も若い妻と同棲している。伝右衛門という男にも複雑な行く立てがあるようだ。友吉老人には世話になったが、老人の身の上は何も知らない。前に渡し盛森をしていて、その船にそのまま住んでいる、という風うに聞いただけであった。しかし、老人は言った。オラが身を持ち崩して、流れ歩いていた自分に。 伝言者にそういった言葉から察すると、友吉老人の過去も単純ではなさそうである。その地方は土地が痩せているのだろうか、高知も農家の様子も貧困に見えた。筑波おろしの吹きすさぶった凍った平地に、どこの村にも小さく降り口たような家が数少なく、かろうじて地面にしがみついているかのように、ひっそりと肩を寄せ合っていた。 冬景色であるためか、気候もひどく凛列で荒い、道を行く人も、野良で見かける辞書たちも、身なりの貧しさはともかく、皆痩せて血色が悪く、顔はトゲトゲしていた。二人はこの土地に生まれ、こういう環境の中で育った。友吉老人は、よそへ流れていったらしいが、やはり今では、この土地に帰っている。一体彼らの過去には、 どんな物語があるのだろうか。万三郎はそこに強い好奇心を惹かれた。おそらく他の時だったら何としてでも彼らの話を聞き出したであろう。だが今はそんな時間は少しもなかった。人のどころか今は俺の方がもっと複雑でもっと緊迫した状態じゃないか。彼は自分に苦笑した。落ち着き場所が定まるとすぐに 万三郎は町の大飯へ出かけて行った。小義邸の様子を知るには、虎蔵と会っている必要があるし、急に会わなくなれば、疑われる恐れもあった。虎蔵は、必ず大飯へ来た。昼飯と晩飯と二度の時もあるし、晩飯だけのこともあった。どっちの場合にも、晩飯の時には、十時過ぎまで飲んだ。おい、住屋。 呼んでいたのが、墨屋の兄、になったが、今では、なあ、今日で、というように変わった。もちろん感情を万三郎が払うからである。酒も魚も好きなだけ飲んで食って、それを万三郎が綺麗に払う。逆らいもしないし、嫌な顔もしなかった。虎像にとっては夢のようであり、すっかり深幅したようであった。立てないほど酔った時には、 すまねえが、裏門まで連れて行ってくんねえ、などと言った。用心して、屋敷へは近づかなかったが、一度は裏門まで送ってやったこともあった。その日、大飯で会うと、今日で、釣りに行こう、と言い出した。田川という川で、卵が釣れる。それを魚に飲もう、というのである。聞いてみると、水戸街道に近いので、早速出かけてきたのであった。 ほら、もう帰るぜ。辛抱を切らして、虎像が言った。熱いのを引っ掛けなきけゃ、死んじまいそうだ。おめえ、まだ釣ってるか三。そうさな。万三郎は、迷うように言った。もう十時過ぎであろう。これから、イナを送るようなこともあるまい。そう思って、竿をあげた。 帰るとするか。落ち着いちゃいけねえ。ほら、真実怖いちまったぜ。つれねえもんだね。万三郎は、のんびりと言った。街道の見張りは、主に、蒲田又兵衛がやっていた。夕方から夜にかけてというので、およそ5時から10時くらいまで見張ればよかった。今夜もどこかで、又兵衛が、目を光らせているに違いない。万三郎も、火星したわけであるが、 もう、またべえも、引き上げたろうと思った。釣り道具をしまって、歩き出すとすぐに、今日で、こっちだ。と、虎像が言った。どうして、大飯へ行くんだろう。今夜は違うんだ。今夜は、俺んところでやろうと思って、支度をさせてやるんだ。だってお、お屋敷でかお屋敷の、俺の巣だよ。だってそれは、万三郎は、わざと危ぶんだ。そいつは、 お屋敷がやかましいんじゃねえのか大丈夫だよ、おめえ。どんな人間だかもうわかってるし。おら、屋敷じゃ頭分だ。俺の古い友達だって言えば、ご支配人だって文句は言わせやしねえ。けれども、迷惑をかけるとはいけねえから。おめえも臆病な人間だな。トラゾウは万三郎の袖を引いた。俺が大丈夫だと言ったら大丈夫なんだ。いつかの取り込みも終わったし。 別に取って食うようなものも嫌はしね。いいから安心して一緒に来なあ。こう言って歩き出したが、ふとくすくす含み笑いをして、俺の色も見せてやるぜ、と嬉しそうに言った。万三郎は行く気である。邸内へ入ってみたいということは以前からの望みであった。二ダの様子も自分の目で確かめたいし、綱がどこにおそらく小義邸の中に、 監禁されていると思われるが、押し込められているかも探り出したかった。監禁されていないことが分かればいいが、もし囚われているとしたら、その所在を探って助けたかった。だが、邸内にはカヨがいる。それが大きな懸念であった。いつか江戸の芝で捕まって、和ズへ連れて行かれた時に、カヨは演然と笑いながら言った。 女の目は逃れられない。どんなに姿を変えても、自分の好きな人なら、女の目は必ず見つけてみせる。その言葉には実感があった。全部の女性がそうでないにしても、かよにはそういう能力があるように思えた。大飯の前で先日行き合った時、もしも虎像が彼女に呼びかけなかったとしたら、彼の正体は見表されたかもしれない。 おそらく、見わされたであろうと、万三郎には思われるのであった。そのかよが、丁内にいた。そうして、彼は今、そこへ行く決心をしたのである。けつに入らずんば、こじを得ずだ。万三郎は、そう、あらを決めた。四。 虎像の住居はひどいものだった。自分でも馬小屋のようなといったことがあるが、それよりもっと狭く古く汚れていた。暗くてよくわからないが、それは裏門を入ったすぐ右側にあった。メシスカイたちはもっと奥の長屋にいるそうである。そこは虎像一人に与えられているのだが、建物の半分は物置で、他の半分を板で仕切ったものであった。 三尺の土間には、ミノやカッパがかけてあり、四畳半だけ、畳の敷いてある部屋も、何度がないと見え、隅にはヤグがつくねてあるし、脱ぎっぱなしの仕事着だの、何かの包みだのがごたごたして、足の踏み輪もないような景色であった。縁のかけた火鉢に、火を起こして待っていた若い下男は、虎像が帰ると、すぐに出て行った。一杯やって行け。 トラゾウはその若者に言った。卵の焼きたてでぐっと一杯どうう。温まって寝られるぜ。ありがてえがまたにしよう。と若い下男は答えた。明日の朝が早いからくどいようだが火を頼みますぜ。ここは火を止められてるところなんだからね。いつもと違って預かったものがあるんだから。わかってるよ。うるせえな。念には追えばねえってことよ。若い下男は去った。 虎像はうるさいからと言って、雨戸を閉め、火鉢に墨を足して棚子を焼き始めた。毎年やり慣れているのだろう。古い竹串の束を出し、魚を五六尾ずつ刺して、金網の上で焼くのである。万三郎は酒の缶をつけた。酒は一生独りが二本用意してあった。それを缶どくりに移し、火鉢一つしかないので、から。 おろした大きな湯沸かしで缶をするのである。虎像は湯飲みに冷酒をついで、それを飲みながら焼いていた。焼けたのは小皿に取り、塩をつけて食べる。家の中はたちまち煙でいっぱいになり、脂肪の乗った川魚の焼ける香ばしい匂いが、万三郎の空腹な腹に染みるようであった。缶がついたぜ。万三郎が特利を差し出した。 俺はあんまりやらねえ口だから、虎にこっちへ来てくれ。俺が焼き場になろうじゃねえが。そうかそれじゃあ一つ。虎像はすぐに立った。いやいや、やっぱりうまくねえ。こんな晩は扱んでねえと。今の人が預かってるものとかなんとか言ったが、万三郎は火鉢の前に座りながら、ごくさりげなく言った。このお屋敷じゃ預かり物もするのか なあに、そんなんじゃあねえ。かんざけを湯のみでぐっとあおって、串焼きのまだ油のぶつぶついっているのを一口にこいで食べながら、虎像はちょっと自慢らしく声を潜めていった。おめえだから言うがな、今日で。この屋敷には今、わけのわからねえことがいろいろあるんだぜ。わけのわからねえ、気味の悪いようなことがよう。 脅かしこなしにしてくれ。俺ら、こう見えても気の中性法なんだから。バカだかな。誰が脅かすもんか。そんなんじゃねえんだ。ご。こりゃ、内緒なんだ。おめえ、よそ行って話すようなことはねえだろうな。聞かねえ方がいい。万三郎はブスっと言った。俺はトラーニーの他に知り合いはねえし、ぶ分は宝石寺の家へも帰れない。 話したいにも相手はいねえんだ。また話すなと言われたら、口をふんざかれたって話はしねえけれど、俺はそんな内緒ごとなんぞ聞かねえ方がいいように思う。わかってる。おめえの気象はわかってるよ。虎像は一人で承知し、ぐっと酒を煽ってから続けた。うちの殿様が、御三家の貴重様へ出入りしているってことを知ってるかいや、知らねえ。 そうだ。おめえは土地のものじゃなかったっけな。うん。そうなんだぜ。お出入りというより、紀州様とは、お友達付き合いみてえなもんだってよ。ほんとだぜ。焼けてるぜ、トラーおっと、ありがてえ。酒がやっと回ってきやがった。トラゾは魚を食べ、酒を飲んだ。すきっぱらで冷え切ったところへ、焼きたての魚に扱んだから、よく効くと見える。いい機嫌に酔い始め。 口もほぐれてきた。そこで去年からのことがそう話しかけたとき、古外で突然人の声がした。万三郎は反射的に立ち上がり、隅の方へと素早く身を潜めた。夜回りだよ。慌てるない。らぞうが手を振った。すると古外から呼びかける声がした。まだ起きてるのか、兄。平行か。もう寝るところだ。 いい匂いがするぜ。卵を釣ってきたから、いっぱいやってるところだ。ご苦労だな。なーにと、外の声が言った。こいつはいけねえ。とうとう雪になれやがった。そう言いながら去っていった。雪だとよ、模様してやがったからな。こいつは積もるぜ、今日で。おめえ、止まるよりしょうがねえぞ。止めてもらえるだろうか。 ほぼこりながらこの家の主人だ。俺が承知だから、大手を振って止まんねえ。大手を振って止まるとは、妙な表現である。万三郎は笑いをこらえて、また火鉢に向かいながら言った。そうならば、話もゆっくり聞けるんだが。そうともよ、これからだぜ。虎像は、ますますご機嫌という様子で、大あぐらをかきながら、話を続けた。話の大部分は、 もう万三郎の知っていることであった。小木神兵衛が奇襲港の信頼を得て、両者の間に何か大きな仕事、虎蔵はそれを大儲けと言ったが、を計画しているらしいこと。去年の夏前からたびたび大量の荷物が運ばれてくる。いつも侍たちが護衛についていて、一度土蔵の中へ入れたのち時期を計って他のどこかへ運び去られること。 以上のことは全く秘密にされていて、支配人でさえ、その荷物の内容も、どこへ運ばれるかも知らず、雇い人たちは皆、厳重に、口止めされていること、などであった。すると、あれがね、万三郎が、ふと口を差し挟んだ。この前、大飯の前で会ったあの娘も、やっぱり、そのことで、江戸から来たのかね。 六。虎像は大きく頷いた。そうなんだ。五。ただそれだけじゃねえ。こいつは、非中の非ってやつだが。と、彼は声を潜めていった。半月か、もっと目からか。あの土蔵の中に、誰か押し込められているものがあるんだ。なんだって。万三郎は、思わず声を上げた。どうも、それが、女らしいんだ。どういうわけで。 いつ押し込められたか、俺は知らねえが、食事なんぞの世話をするのが、この屋敷の女中頭で、おたつというばあさんだし、この間の江戸から来たお嬢さんも、時々入って行くのを見かけるんだ。男が一人も近寄らねえところを見ると、きっと押し込められているのは、女にげえねえと思うんだ。すると、江戸から来たあの娘さんは、その押し込められている人と知り合いなのかいそいつはわからねえが、虎像は、 首をぐらぐらさせた。とにかく、押し込められている人のために、江戸から来たことは確かだと思うんだ。娘さんは一人で来たのかいんよ、お侍が五人一緒に来た。それから虎蔵は、その五人の侍のことを話したが、中の一人は、明らかに、石黒半兵衛のようであった。睨まれると、ぞっとするくらい、凄みのある顔だとか、無ぞりの長い刀を刺している。 などという点から、半兵衛に間違いないと思われた。この間、またりがついたが、それでも、江戸から送るのは終わりだそうだ。虎蔵の下は、もつれ始めた。よっぽど酔ってきたらしい。目もたるんできたし、体全体が、危なっかしく揺れていた。ほらたちには、何が起こるかわからねえ。誰にも、何にもわかりゃしねえ。だが、何かが追っぱじまる。 何か、どえれえことがおっぱじまるぜ。うん。こんな面うなことばかりあるところを見ると、それにそいねえと思うんだ。同じようなことを繰り返し言っていたが、そのうちに、どしんと後ろへぶったおれた。トラー,ーどうしたんだもう飲めねえ。わけがわからなくなっちまった。もうダメだ。腹の中まで、卵臭くなりやがった。もう寝るぞ。 そのままじゃしょうがねえ。おめえ、寝まぎになって。あら、せーん、ほっといてくれ。万三郎は手を離した。虎像はそのまま眠るようである。手足をバタンと大きく投げ出し、たちまちいびきをかき始めた。万三郎は炭につくねてあるヤグを取って、虎像の上へかけてやった。それから、火鉢の火をうずめ、しばらく虎像の様子を見ていた。 どうするか、やるか。絶好の機会だぞ。彼はそんな、自問自答をした。だがすぐに決心したらしい。着物の裾をまくり、あんどんを消して、土間へ降りて、わらじを吐いた。そこにかけてある海の浮き、傘をかぶると、音のしないように、入り口の戸を開けた。かなり強い風と一緒に、雪がさっと吹き込んできた。 彼は、戸を閉めたまま、その軒下から、じっとあたりの様子を伺った。どこに一つあかりの光も見えず、人の気配も感じられなかった。万三郎は、自分に言った。よし、行け、三郎。七。万三郎はまず、裏門の様子を見に行った。番小屋はあるが、あかりも漏れてはいず、 人の声もしない。おそらく寝ているのであろう。だが、門のくぐり戸には情が降りていた。万人を縛り上げて鍵を奪うか。それは危険である。彼は門に沿ってずっと土塀を調べた。高さはおよそ9尺あった。人を連れては越せない。彼はふと思いついて虎像の小屋へ戻った。小屋の半分は物置になっている。 そっちへ回ってみると、果たしてそこに竹橋子が立てかけてあった。土塀まで行ってその橋子をかけ、登ってその外側を見定めてから、よしとうなずいて万三郎は引き返した。風は横殴りに雪を叩たたきつけ、また地面からも巻き上げた。風がなければ雪明かりというものがあるけれども、強い風のためにあたりは雪の幕を張られたようで、 どこがどうなっているのか、ほとんどわからなかった。土蔵のある場所へはいつも外から見ていたので、そう困らずに行けたが、十一棟もあるので、どこに人が監禁されているかは、ちょっと見当のつけようがなかった。すぐ近くに生まがあるのだろう。地面をかく重たいひずめの音と、短い稲鳴きの声が二度ばかり聞こえた。万三郎は土蔵へ近寄って、 順に見ていった。白壁の正面に山子の印があり、一番二番と番号が書いてある。どれも皆観音開きが閉まって、まるで大きな墓か何かのように、ひっそりと雪の中に立っていた。自分では寒さは感じなかったが、手指の先は凍えてきたし、足の指はもう感覚がないようであった。こうして、 九番目まで来たとき、万三郎はぴたりと足を止めた。人の声が聞こえたのである。まさに人の声であった。彼は素早く地面に身を伏せて、あたりへ目を配った。夜回りのものかと思ったが、ちょうちんの明かりは見えない。声も風には消されないで、ひとところで同じ調子で聞こえていた。お万三郎はひぐく叫んだ。それは、 若い女の声であった。話しているのではなく、洋曲を歌っているらしい。いや、確かに、それは若い女性が洋曲を歌っている声であった。あの人だ。万三郎はぐっと胸が熱くなった。それは、綱の声にそういない。囚われている綱が、風雪の夜の眠れない寒さをしのぐために、一人で歌いを歌っているのだ。 彼は洋曲というものを知らないから、何を歌っているのかわからなかった。しかし、夜半一人短差して、静かに歌っているツナの姿は想像することができた。ツナさん、万三郎がここにいるよ。万三郎は口の中でそっとこう呼びかけた。もうすぐ、助けに行くからね。もうすぐだよ。涙がこみ上げてきた。それと同時に、 激しい怒りと闘志とが体の内部から燃え上がるのも感じた。声の聞こえるのは十番の土蔵であった。その二階の小窓の隙からよく見るとかすかに明かりが漏れている。彼は扉口に近寄った。観音開きには情がかかっていない。彼は極めて静かに片方の扉を開けてみた。扉の内側はどまで普通の蔵座敷のように。 あがりがまちがあり、水戸が閉まっていた。うたいの声は、今度ははっきりと、上から聞こえてきた。万三郎は、観音開きを閉め、みのと傘をそこへ脱いで、静かに、水戸を引き開けた。八。水戸を開けると、そこは六畳ばかりの座敷で、暗くしてある暗闘の脇に、 ヤグをのべて寝ている老女の姿が見えた。雪のわらじのまま上がり、音のしないように水道を閉めた。音はしなかったようだが、老女がふっと目を覚ました。二人の目があった。老女は身動きもしなかった。黙ってじっとこっちを見ていた。ぶろうは迷った。どうしよう。手荒らなことは避けたい。が、いかにも時間がなかった。 彼は低い声で言った。起きてください。お気の毒だが少し辛抱してもらいます。ズナ様を助けにいらしたのですね。老女の声は平静であった。そうだ。では、鍵を差し上げます。片手を枕の下へ入れ、赤い紐のついた鍵を取って差し出した。私のことはお案じなさいますな。 いつかどなたか助けにいらっしゃるだろうと待っていたのでございます。それはありがとう。しかし。マンザブ三郎は心を緩めなかった。残念ながらその言葉を信じている暇がないんだ。まかり違えば二人の命に関わるばかりか、もっと大事なことにも影響するんでね。好意に背くようだが辛抱してもらうよ。彼は起きろという手真似をした。 同女は素直に起き直った。万三郎は枕元に畳んである、同女の着物の上から、二筋の腰紐を取り、彼女の手を背に回して縛り、また足を縛った。他に、誰かいますか同女は首を振った。彼が手ぬぐいで、猿靴はを噛ませようとしたとき、彼女は一度避けていった。綱さんは、私の死んだ娘に似ておいでなさる。私は、 娘のように思っていました。本当の娘のようなつもりでお世話をしていました。どうかご無事に。お二人とも、どうかご無事に。万三郎は心を鬼にして、猿わを噛ませた。老女は黙った。彼はヤグのまま、柱のそばへ引いて行き、彼女の体を帯で柱に縛りつけた。こうしなければならないんだ。と、彼は言った。どうか。 勘弁してくれ。歌いの声は、もう、止んでいた。万三郎は、階段を上り、用心深く、様子を伺った。有明暗洞の光で、座敷牢の太い格子が見えた。しかし、逆光線なので、中にいる人の姿はわからなかった。他に人はいない。彼は低い声で呼びながら、そっちへ駆け寄った。綱さん、私です。アート。 うめくような声が聞こえた。万三郎は格子のそばへ行き、錠前を開けた。興奮しているし、指が凍えているので、二度も三度も失敗した。はあ、万三郎様。はあ、万三郎様。中でそうつぶやくのが聞こえた。綱が自分の両手を胸の上でしっかりと握り合わせ、祈るような涙のいっぱいたまった目で、 じっと万三郎を見つめながら、ほとんど夢中に、つぶやいていんのであった。高い音とともに、情が開いた。9。綱は静かだった。飛びついてくるかと思ったが、そうではなく、身を縮めて、すっと出てくると、落ち着いた声で言った。ありがとうございました。そして、 何か確かめるような目で万三郎を見上げながら。貯蔵庫のあり場所はわかりましたでしょうかと聞いた。万三郎はうっと言った。そんな質問をされようとは思いもよらなかったのである。彼は綱の手を取って叫んだ。そんな話は後のことです。さあ、早く逃げましょう。一人で歩けますかえ大丈夫です。海外へ降りてみると、 老女は柱に持たれたまま、じっとこちらを見ていた。綱は何か言おうとしたが、万三郎は押しやるようにして、手早く彼女に、みのと傘を着せた。このままで行きます。彼が履物を探そうとすると、綱はもう、戸前へ降りていた。旅を履いておりますから、これで十分でございます。では、辛抱してください。万三郎は、観音開きを開けて、 外を伺った。古外にはやはり、ふぶきが舞っているばかりで、変わった様子はなかった。二人は、土蔵を出た。万三郎は、観音開きを閉め、ふぶきから綱をかばうように、先に立って走り出した。すると約、約三四十歩ほど走った時、何かにつまずいて、危なく倒れそうになった。そこは、六番蔵の前であった。そうして、彼がつまずいたのは、 鳴子の綱であったらしい。途端に前後左右で、カランカランと、けたたましく非常に高い金属製の音が鳴り響いた。鳴子です。綱が言った。万三郎は黙ったまま、彼女の手を取って走った。さっき触らなかったのは幸運だった。もしも行く時に触れていたらと思うと、万三郎は走りながらもぞっとした。鳴子の音と同時に、人の叫びが聞こえ、 後ろの方で、まとのお音がした。二人は、ぞうの小屋のげへ飛び込み、そこから土えまで、一息に走った。裏門のんごやが開き、明かりの光が見えた。竹橋子は、元のままになっていた。彼は綱を先に登らせた。雪で滑るから、注意してください。綱は素早く登った。その時、まつを持った十四五人の者が、 裏門のところへ駆けつけてきた。吹雪を透かして、松明のは外る火の子が美しく見え、人々の呪しりわめく声が間近に聞こえた。綱の後から、はしごを登った万三郎は、自分が先に飛び降りた。そこは吹き溜まりで、雪がもう三尺ばかりも積もっていた。彼はすぐに、綱の方へ手を伸ばしたが、彼女はそれより早く飛び降りた。しかし、その時、 足首をどうかしたらしく、たとうとして、ああと声を上げ、よろめいて膝をついた。くじきましたか。ぶろうはすぐに助け起こした。向こうで裏門のあくとがし、同時に二人の頭上で絶叫する者がいた。おいこっちだここにいるぞここだはしごが発見されたのだ。ばつの火がバラバラとこぼれるように、門の外へ。 出てくるのが見えた。